ジャニーズ WEST の重岡大毅さんと山崎育三郎さんは以前からネット上で似ていると話題になっていました。そして山崎さんが MC を務める番組に重岡さんがゲスト出演し、2人が共演することとなりました。番組はおしゃれクリップという疑問系のナレーションでスタートしました。驚きはその後に続きます。重岡さんが山崎さんのグレーのスーツを着て、女優の井桁弘恵さんと一緒に番組が始まりました。重岡さんは普段の山崎さんのような語り口で井桁さんに質問を投げかけ、さらに自分のことを黙ってたらかっこいいんじゃないかと思うと自画自賛し、スタジオを盛り上げました。そこで山崎さんが重岡さんの赤と白のライブ衣装に身を包み、ええじゃないか、ええじゃないかとジャニーズ WEST のええじゃないかを歌いながら飛び跳ねるように登場し、重岡さんは満面の笑みを浮かべてお互いが役割を交代するというサプライズにスタジオは大いに盛り上がったのです。重岡さんは健康に気を使うように自炊を始めたことを明かしました。でも魚料理はあまり得意ではなく、それを乗り越えるために山崎さんとスタジオで一緒に調理することになりました。重岡さんはレシピ本を買い、小さじや大さじなどの分量にも丁寧に取り組みながら、レシピ通りに料理を作ることを心がけているそうです。重岡さん、山崎さんが2人でキッチンに立っている姿を見ていた井桁さんは、下向いてるとどっちがどっちかわからなくなる、似てるよと驚きを隠せませんでした。兄弟に見えると問うと、井桁さんは見えるよと即答しました。重岡さんと山崎さんのまさにその通りに感じて嘆きの声が上がりました。井桁さんが思わず似てると叫んだほど、重岡さんと山崎さんの似ている姿は SNS でも大きな話題になり、2人ついてコメントを寄せました。やっぱり2人は似てるな、マジで見分けがつかない、育重重岡&山崎コンビ、いつかドラマでも共演してほしい、兄弟で共演してほしい、似すぎる、双子の話とかいいんじゃないといった声が広がりました。重岡さんと山崎さんのそっくりな姿が国民の共感と興奮を呼び起こしました。今後も2人での活躍に注目が集まるでしょう。また重岡大毅さんがこの番組に出演した際には、メンバーの仲間淳太さんから辞めそうと心配されていた時期があったことを明かされる場面がありました。デビューさえ、デビューしなきゃってずっと思って近づいて、ありがたいことにデビューさせてもらってから急に目標消えたんじゃないですけどとポカンと穴が開いていたとぼんやりした。さらに自分じゃなくてもなっていう感覚がずっとあると理想と現実のギャップに悩み腐っていたと当時を振り返って、そのくせ話さへんから、あ、こいつやめそうやなってのはすごい心配してましたと重岡をずっと心配していたと明かされました。ついでに当時の重岡について、自分の立ち位置に多分迷っていたと中間が分かっていたと伝えられると、重岡さんは、あ、やっぱ知ってたんやなっていうのはありますと真剣な表情で話しました。デビュー後の葛藤の最中、重岡さんが自分にしかできないことを考え始めたのがピアノだそうです。歌にトラウマがあり、音楽がコンプレックスだった重岡さんは、いつか披露してやろうとメンバーに内緒で独学で練習したと話しています。後に、実はピアノやってんねんとメンバーたちを驚かせることに。さらに約5年前から作詞作曲にも取り組み始め、やっとね、なんか自分の中ですごい生きてる感覚があってと自分にしかできない武器を手に入れることができたと明かしました。中間はメンバーにいろいろ話してくれるようになって、今の重岡が出来上がった、ジャニーズ WEST にとっても良い方向に進んだんだと、重岡の活躍の場が真っ先に起こったことでメンバーやグループにとって良い影響となっているとコメント。人間として魅力的になってる気がするとエールを送り、このまま重は突き進んでと強いメッセージを送りました。重岡さんも、俺メンバーめっちゃ好きなんだよ、だからほんまこう燃え上がるまでちっちゃくてもいいから俺ステージとりあえずってたいですねとメンバーへの思いを言葉にしていました。重岡大毅さんはデビュー直後に苦しみ、自分の立ち位置に余裕があった時期があったことを明かしました。彼はデビュー後、目標の喪失や理想と現実のギャップに悩み葛藤を抱えていました。また彼はピアノを始めることで自己表現の道を見つけ、
作詞、作曲にも挑戦し、自分にしかできない才能を開花させました。メンバーの仲間さんも彼の成長を感じています。重岡さんの活躍がグループ全体に良い影響を与えたとコメントしています。重岡さんはメンバーへの強い絆と熱い思いを抱き、自分の存在意義を追求しながらステージに立ち続けたいと思っています。自分の感情や思いをメロディーや歌詞に乗せて表現することで、重岡さんは内面の声を外部に向けて伝える手段を手に入れました。音楽の力、彼の個性や感性がより深く表現されるようになりました。この再発見は彼の人間性や才能にも大きな影響を与えました。重岡さん自身も、人間として魅力的になってきてる気がすると語り、自信と成長を感じています。またグループにとっても良い影響を与え、彼の活躍の場があったことでジャニーズ WEST 全体が前進するきっかけとなりました。重岡さんの音楽への情熱と努力は、彼の個人的な成長だけでなく、ファンや対戦者にも感銘を与えています。重岡さんの音楽の才能や情熱は、これからも前進や新たな可能性を秘めていることでしょう。重岡大毅さんはジャニーズ WEST のメンバーとの絆を大切に、共に成長してきました。彼らとの絆は、重岡さんの個人的な成長やアーティストとしての道を切り開く上で欠かせない存在となっています。重岡さんはメンバーへの深い愛情を抱き、彼らとの活動の間に絆を抱いてきました。彼らが自分に対して心配し支えてくれたことも、彼にとっては大きな励みになりました。メンバーの仲間淳太さんからの支えと理解は、彼にとって心強い存在であり、彼の成長に大きく貢献しました。メンバーとの絆は、彼の表現力やパフォーマンスにも深い影響を与えています。彼らとの共同作業やステージでの共演に熱中し、重岡さんは自分の限界を超えることができました。私たちとの結束は、彼のパフォーマンスに力強さと一体感をもたらし、ファンや視聴者に感動をもたらすことだそうです。重岡さんはメンバーへの感謝の気持ちを口にし、俺メンバーめっちゃ好きなんだよ、だからほんまこう燃え上がるまで小さくてもいいから俺ステージって行ってみたいですと話していました。重岡さんの絆と成長によって、ジャニーズ WEST はより一体感を持ち、より大きな夢に向かって進んでいけることができると思います。重岡大毅さんのメンバーとの絆と成長は、彼の音楽活動や人間性に深い意味を与えてくれています。重岡さんはこれからもメンバーとの絆を大切にし、共に新たな挑戦に向かっていくことで、彼らの絆と成長はファンにとっても心の支えとなり、より一層彼らの活動を応援する原動力となりますね。今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価をぜひよろしくお願いします。